東京の秘密、紫輝くんの魅力が満載。街中で繰り広げられるよ。不能な感動の瞬間。動画と共に織りなす、街の不思議なストーリー。こんにちは、皆さん。今回は、街の中で広がる様々なイベントと、それが私たちのコミュニティにもたらす影響に焦点を当ててみたいと思います。動画やイベント、そしてそれにまつわる感動的な瞬間を通じて、新たな視点を得ることができるかもしれません。 この街には魅力的なエネルギーが漂っています。街中を歩けば様々な動画が流れ、その一つ一つが私たちの感覚を刺激してくれます。広告や CM が交互に流れ、その中には東京一番街の情熱的な CM やアマプラの魅力が満載のものもあります。これらの瞬間は街を歩くたびに新しい発見をもたらしてくれるんですよね。 一つの動画が流れるたびに、私たちはその中で何か特別なものを見つけるかもしれません。時には15分もの時間を費やしてしまうこともありますが、その先に広がる感動や興奮は計り知れません。私はある日、東京一番街の CM の後にアマプラの広告が流れてくる瞬間を追いかけ、そこで紫輝くんの魅力に出会いました。15秒の瞬間だけど、その瞬間が私にとって特別なものとなりました。 友達のゆうちゃんも同じような瞬間を共有してくれて、その感動は倍増しました。彼女が取り損ねた瞬間も、後で別の場所で同じ動画が流れてきて、私たちはその場で再び感動に浸ることができました。動画が私たちにもたらすドキドキ感は、まさにこの街の魅力の一部なのかもしれません。写真を撮ろうとしている最中に、トべの CM が流れてきたこともありました。最初は気づかなかったけれど、 しばらく待っていたら最初から見れることが判明。これもまた、予期せぬ瞬間の中に潜む特別な体験でした。街は常に私たちに驚きを提供してくれるんですね。このようなイベントや動画の存在によって、私たちは街の中でコミュニティを形成し、共感を共有する場が広がっています。東京一番街やアマプラの動画を通じて、新しい友達とつながり、同じ感動を分かち合うことができるんです。 友達が知らなかった情報を共有することで、新たな発見が生まれ、街の中がより豊かになっていくのです。東京では、戸部や紫輝くんを見られるスポットがあちこちに点在しています。これらのスポットを巡ることで、街自体が一つのエンターテインメントの場となっています。ただ見ているだけでも楽しいし、写真や動画を通じて、その興奮を共有することができるんですよね。 最後に、私たちが共有した感動や情報を通じて、コミュニティがより一体感を持ち、豊かさを共有できることを楽しみにしています。この都会の中に広がるエネルギーと共感の波に、どれだけ多くの人が乗ることができるでしょうかぜひ、街の中で新たな発見を追いかけて、その波に乗ってみてくださいね。それでは、街でお会いしましょう。平和主義おばちゃん。